埋蔵ぐるじろうくん、専門店にも負けない埋蔵グルメの巻。今回埋蔵グルメを発掘にやってきたのは江南区亀田にある唐揚げ亭ダグル。味、ボリュームにこだわった食材を使って作られるワンランク上のお弁当が食べられる大人気お弁当店ダグル。そんな唐揚げ亭の人気メニューはデカさん弁当ダグル。大きさは一つがテニスボールぐらいになります。なので揚げ時間も11分ぐらいかかるので、お電話注文いただいた方がスムーズかなという形ですかね。はい。お店で提供している一般的な唐揚げと比べると一目瞭然の大きさなんだグル。使用しているお肉にももちろんこだわりがあるんだグル。ブラジル産にこだわってまして、国産だと味は確かにいいんですけども、筋肉質がやっぱ多くなるので、どうしても唐揚げにすると硬くなってしまうので、ブラジルのもも肉を使ってます。はい。お店自慢のデカからは肉厚だけど柔らかくジューシー、ご飯がもりもり進む大人気メニューなんだグル。でもグル二郎は人気メニューに興味なんて全くないんだグル。本題の埋蔵グルメを発掘するんだグル。ではこのお店で一番人気のメニューを教えてください。はい。さあここで問題グル。唐揚げ亭の埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューはなんだグル。スタジオの金子、おい5秒以内に4択で答えてグル。正解発表だグル。ではこのお店で一番人気のメニューを教えてください。はい、キングトンカツです。正解はキングトンカツだグル。早速代表の三原さんに味を伝えてもらうグル。柔らかくて美味しいです。普通のとんかつが 100g になりまして、その倍の 200g になります。どうしても大きさに目がいっちゃうんですけども、味には自信があります。はい。冷めても、はい、柔らかくて美味しいとんかつになるので、お年寄りの方でも美味しく食べていただけると思います。はい。とんかつ専門店にも負けないとんかつを提供したいという思いから生まれた本格的なメニューなんだグル。これだけ美味しいのになんで人気がないんだグル。揚げ物といえばやっぱり唐揚げがメインになるので、どうしても唐揚げに隠れてしまうメニューになりますかね。唐揚げ亭で揚げ物を食べたい人は唐揚げを頼むことが多いので、埋蔵グルメになっていたんだグル。どれぐらい頼まれますか。頼まれない日もあります。はい。知ってる方は逆にとんかつしか頼まれないですね。はい。キングとんかつを一つって言われた時にどういう心境なんですか。そうですね、やっぱりおっていう感じがしますね。はい。唐揚げ亭の埋蔵グルメはキングとんかつです。ぜひ来てください。頼めば一目置かれる唐揚げ亭のキングとんかつ、ぜひ食べてほしい埋蔵グルメなんだグル。